でかーじ。自分へと、あ、来た。なんか来た。来た。あーじー、あーじー。あーじーや、あーじー。じーや。ちょっと浮いたところに反応が、魚探の反応があるということで仕掛けを当てました。10メートル当てました。おお、なんか来た。ほんまや。おお、一発で来たわ。すごい引きが、引きがすごい。おお、おお、これは楽しい。いや、これ楽しいわ。おお、でかいアジ。でかアジ。おお、でかっ。わあ、来た、これ。でっか。大アジです。大アジだ。手掛かりなさそうですね。そうですね。まあ今そこでやってますけどね、そう引っかかる感じもあんまり。これに当たったんですけどね。まあ今日は明るいうちはまだね、こう胴付きで、暗くなったらバチコンアジングって言われるワームみたいなのとジグヘッド、あ、来た。なんかさ、さっささ、うん、さっささ。おー、なにこれ。おー、よっしゃ。おー、すごい。いや、もうそのまま行ってると思う。巻いて巻いて。あと3、8メートル。1メートル。アジー、アジー。大アジが来ました。すごい。大アジです。すごいです。大味が来ました。またすごいです。お、来た。来た。ちゃうわ、チャリコやわ。チャリコでした。和歌山の、三国っていう和歌山の、ね、釣り船の、ナイトアジング。あのね、今まだ餌釣りやってるんでね。お、なんか当たった。お、来た。さすが船長。そこから10メートル。エソでした。10メートルぐらいと思う。反応は出てる。
エーソーが釣れました。オティアミニエーソーです。まああれがこういうあのライトタックル。あ、また当たった。よっしゃよっしゃ。わ、アジア、アジ来た。ジア、アジが来ました。これもね、25、30弱ぐらいかな。いい味が釣れました。まあもういけす入れときますわ。味が来ました。お、うま、当たった当たった当たった。よっしゃよっしゃ、当たりました。今当たりました。来ました。あー、バレた。あ、バレた、バレた。下の2匹ついてて、うん、2匹、うん、2匹ついてましたわ。小葉さんさん、半導体なら置き網やめて小さめのワームに変えて手返しよくしたら。いやいや、もう今当たり、ま、置き網でも今もまた当たってるけど、よう当たりますよ。バチコンでも当たってますしね。よう当たってる。で、これは小アジ。いや、これは見たのか、ほら、あ、いい味。これは こっち40ぐらい。こう沖のね、沖とかでは、もう当たってる当たってる。おっとっとっと、うわ、これはなかなかいい位置やで。あ、すいません。あ、下が、あれ、ありがとうございます。あ、これほら、ワームに、2匹ともワームに来てますわ。あ、すよ。これもワームに来てましたね。わあ、当たってる。よっしゃ。でやってると思う。こうね、もう3、40匹ぐらい入ってるじゃんかな、ああいうぐらい。